ついに発電所を発見するもゲートの鍵がなく中に入ることができなかった我らがクラン。遠征部隊で探索して、ゲートハウスの鍵探しの冒険に出発だー。まずは研究ポイントが300とだだ余りなので、コンクリート関連を全開放。一気にコンクリートの生産体制が最終形に。でもコンクリートって原料に最終に上限がある石使うし、いっぱい作ればいいってわけじゃなさそう。石がないと作れないものもいっぱいあるから、生産調整は気をつけないとだな。あいよ。早速セメント工場を建成、って地上に建てれない？これ浅瀬にしか建てれねえみたいだな。セメントの原料じゃなくて水使ってセメントブロックでも作ってるのかな？ようわからんな。探索してた遠征部隊は荷物がいっぱいになったので、一旦帰還だー。鍵を見つけてまた戻ってくるぞー。I'll be back。サバイバル生活200日目が終わった。みんなストレス溜まりまくりだな。ヌスットも発生してるし、規模が大きくなるにつれ問題も表面化してきたのかな？クランの管理の仕方がいまいちうまくいってないな。まあなるようになるでしょ。相変わらずの適当。遠征隊が無事帰還。そして鍵の探し方がわからないので、適当に探索に行ってもらいます。どこにあるかもわからない鍵を世界中に探しに行くって無謀すぎん。私ならはしご作って壁乗り越えるよ。だよな。資材に余裕があったので、元ベルク3がいた島と本堂プラットフォームで繋ぎましょ。なお、この工事は完成前に凍結することとなる。そうなの？遠征隊で地道に探索する日々。遠征隊がんがえー。鍵は見つからなかったけど生存者を発見、とりあえず話してみましょ。仲間が増えそうだな。シンクランを発見しましたー。第29師団。略して肉師団。こらこら。ほとんどのメンバーが元軍人だってよ。うちの鬼軍曹と気が合いそうだな。ならば集落に連れて帰るぞ。今日から貴様らは我らの指揮下に入ってもらうぜ。人数は57人。今は余裕あるしこれぐらいならなんとかなるかな？イボガルザなるもののソーシャルメディアからの抜粋した情報を発見。なんじゃそれ。気になったので私が独自調査。Google で検索したらマシン戦隊キラメージャーの。ヒーローの敵の闇の帝国ヨドンヘイムの幹部、裏切りの鬼将軍ことガルザと判明。絶対違うよ。そしてガルザの提唱するアゲハ朝計画とは、公共紙幣エウレカ7に出てきたアゲハ構想をもじったものであり、人類外の侵略者コーラリアンを殲滅する計画を指します。まさか地球外の侵略者がこの星を水没させたと。アゲハ朝計画の計画の名称には、もう一つの意味、エヴァの人類補完計画も含まれており、人類を一つにしようというガルザ将軍の世界のために戦う強い意志が読み取れます。さすがに計画って文字だけでエヴァはこじつけが過ぎるだろ。ガルザ将軍は自らをイボと名乗ってるよ。エヴァとイボを一緒にするんじゃねえよ。私の計画に疑義を呈する人々に簡潔に答えよう。私がやらなければ誰がやる。まあ全ての詳細は明かされてないけど、追加情報が出たらまた考察するよ。妄想はほどほどにな。新たに加わる肉師団のために宿舎をアンロック。これで家も最終形態だぜ。早速宿舎をいっぱい建成。建てるのにコンクリート使うから、建てすぎるとちょっとまずいかもな。まあ最悪遠征隊に石拾い行かせるよ。遠くに石拾い、地味に辛そうだな。以前分裂してできた消防隊、オークヒルに敵対して肉師団にも抵抗してるよ。ベルク3も抵抗よりの中立だしそのうち問題起こしそうだぜ。これは他の島に隔離した方がいいかな？と思ってるけど移民のやり方がわからんです。ほぼ隔離状態のセブンは不満少ないんだよな。どうにかして移住できないかといろいろ探してみたら、普通に研究でできると発覚。おい。そんなわけで桟橋をアンローオーク。これスクラップ時代の研究だぞ。取るの遅すぎだろ。完全にやらかしてた。研究ポイントは余ってるので登山機材もアンロック。探索隊が登山できるらしいな。山見たことないけど。ついでに大型貯蔵庫もアンロック。貯蔵庫も最終形態だな。さてがっつりやらかしてた桟橋を建設しますか。これの存在に気づいてれば支柱プラットフォームで島と島つなぐ必要性全くなかったな。意図悲し。すでにプラットフォームで繋いじゃった島も、分離できるなら消防団隔離したいので桟橋建成。肉師団57人を連れて、無事遠征隊が帰還。なお、帰還中に食料が尽きてみなしにかけ。急いでご飯食べてー。肉に群がる肉師団。肉師団はとりあえず移住用に作ってる島の貯蔵庫にねじ込みましょ。ここは拡張性高いから今後が楽しみだな。桟橋が完成。消防団か肉師団隔離できるといいかもだな。
そんなわけで島をつなぐプラットフォームを解体。遠征部隊は再び鍵探しの旅。今度はこの道の領域に行ってもらいます。地道な探索。廃墟に生存者がいましたー。水くれれば仲間に加わるってよ。よろしいならばついてこい。こうして追加で50名ほど仲間が増えた。さすがに肉子団含めて110名の増員は、また食糧難になりそうなので農地を拡張。地獄再来か？とりあえず肉子団がぞろぞろと移住予定地に到着。新天地へようこそ。よくわかってない満足度も気持ち上げとこうと、公園と食堂を建設。ゲーム中盤は超えたと思うけど、この世界の満足度の仕組み未だにわからんな。さっき仲間になった生存者は離れ小島に仲間になってたので、こっちの島にも家建てなきゃ。今はホームレスになってるな。50人丸々ホームレスはやばいかな？まあ今プラットフォームで橋作ってるしそのうち合流するから大丈夫？まあその橋完成しないけどな。ええ？研究ポイント余ってるので最終ロッジをアンロック。これで最終形も完全体だな。ついでにハーブの摘み取りの総量モードも解放。ハーブは屋上農園だけでこと足りてるけどな。さらに分別ステーションも最終形態だー。てかすでに保管しきれないレベルでゴミあるんだけどな。研究のありがたみ 0%。まあ食料と水あれば割となんとかなっちゃうしな。あ、でも昆虫農場は解放しないよ。食べたくないし。昆虫食は昨今話題にはなってるけど、進んで食べようとは思わないよな。これは村の禁忌とします。だな。代わりに貝の養殖関連を全部解放しときましょ。こっちは普通にうまそうだな。海洋食センターを早速建設と思ったけどこれ浅瀬にしか建てれない。浅瀬は浄水施設に使いたいからやっぱやーめた。大豆を食え。そんなわけで倉庫に近いところに浄水プラントを建設。飲料水と農業用水を確保だぜ。今更ながらセブンの地域にも桟橋を建設。住民の移動環境が着実に構築されてきたな。肉子団のところに漁港を建設。キッチンの処理速度が速すぎて未調理の食材が枯渇してた模様。プラットフォーム一部破壊したけど島が分離できず、一度接続したら分離できないのか？このクソゲーがあー。これじゃクラン分離できない島行ったな。もう手探りじゃやり方わからないよ。この世界やりたいことのやり方がわからないのがほんと困るぜ。そしてどうにかできないかと手探ってたらこれですよ。なんだ？このアイコン。はい、こちら必死に探してた発電所のカードキーです。なんで島の情報画面で見つかるんだよ。このクソゲーがー。霊夢さんご立腹。遠征隊は今他で調査始めたばかりだから、戻ってきたら鍵取りに行かせましょ。だな。オークヒルから集中公共医療のご提案、断る理由もないので快諾。医療施設の効率が 50% アップするけど、利用枠が 40% になるみたいだな。影響力も満タン状態だったので即制定。クエスト集中公共医療、成功。スピード解決。食糧難に備えてファームステッドを建てましたてましー。少し水が減少傾向だな。セブンの地域にも桟橋ができたのでついに移住をお試し、本土に少し残ってるセブンのメンバーを、セブンの本拠地となってるシーガルに送ります。これでストレスとかも良さげだったら、他のクランも分離してみてもいいかもだな。移住したセブンのメンバーはこの改造した工場に住んでもらって、需要ができたら食料や水とか作ってもらいましょ。その工場50人くらい人入るから、家建てなくていいし開発しがいがあるな。プラットフォーム削除できません。ゲームは会議室でやってるんじゃない、現場でやってるんだー。現場霊夢、操作方法がわかりません。開発者様もうちょっと優しい設計をお願いします。危機管理レポート、プロジェクト X。テレテッテレッテレースーバルー。こらこら。要約すると反乱軍による攻撃で発電所でたくさんの犠牲が出たみたい。気な臭いな。なお、今回もガルザが関与してる模様。また出てきたのかよ、ヒーロー戦隊ものの悪の組織幹部。ガルザは避難を拒否するもミスガルザのために特別救護班を要請。悪の幹部自らは戦場に残り妻を脱出させる。この資料だけじゃわからないけどドラマチックな何かが起きていたのは確か。続きが少し気になるな。木材の在庫に余裕があったので、炭焼き関連を全部アンローオーク。木材は木材で建設や板でも使うから、使いすぎないように気をつけないとだぜ。かしこまりー。早速炭焼き工場を建設、人員は少なくして細々と運営させましょ。だな。建設しようと思ったらまさかのネジ不足。まあその辺に落ちてるし大丈夫だろ。低温核融合の記事を発見しましたー。どうやらガルザが改良型トカマクのプロトタイプを設計したみたい。また出たよガルザ。
トカマク型とは通常高温核融合炉の実験に使われるもので、これでプラズマを閉じ込めるよ。そいつ悪の組織のやつなんだろ。核持たせたらダメなやつだろ。日曜朝にお子様に見せられねえよ。一応国際共同プロジェクトの融合炉のイータを使ってるみたいだけど、何を実験したのやら。なお、イータの加盟国は日本、EU、米国、韓国、中国、ロシア、インド。半分以上が核兵器保有国。もしやガルザ将軍は核兵器を用いてコーラリアンとの最終決戦、アゲハ朝計画を。ここで繋がるの？アゲハ朝計画。マシン戦隊キラメイジャーの世界でももともとは英雄だったらしいし、この世界では真の英雄に。なんだよこの世界設定凝りすぎだろ。そして私たちがガルザ将軍の細胞を知るのはもう少し後の出来事。これまだ続くの？ではこの世界の真相に近づいたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。探索により少しずつ解明される世界の謎、霊夢のアホ調査で真実に近づけるのか？気になる方はお見逃しの内容、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。